阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス、阪急阪神エクスプレス株式会社、阪急阪神エクスプレスは、阪急阪神東方グループに属する日本の大手国際航空貨物フォワーダーである。1948年2月22日に、阪急電鉄が代理店部を設立して、航空代理店業務を開始し、1949年に阪急電鉄が 大阪税関、横浜税関での税関貨物取扱い人面、1960年10月5日に、阪急電鉄の代理店部が分社化し、株式会社、阪急国際交通社が設立され、1962年4月に、初代株式会社阪急交通社を、もう一方の阪神電気鉄道グループは、電鉄会社本体の航空営業部で事業を続けていたが、 1999年10月に阪神電気鉄道が国際航空貨物取扱業を阪神エアカーゴ株式会社に営業場として分離独立した村上ファンドの電撃的な阪神株会指名への対抗策として行われた阪急ホールディングスによる株式の公開買付を経て2006年10月1日に親会社であった阪神電気鉄道が 阪急ホールディングスと経営統合したことを受け、阪急阪神ホールディングスの参加に入った。同じ阪急阪神ホールディングスの参加に入ったことに、伴い、阪神エアカーゴ株式会社と二代目株式会社、阪急交通社の間で相互に輸出貨物の共同混載をはじめ、2008年1月に二代目株式会社阪急交通社が関西国際空港に建設した物流施設を、 阪神エアカーゴ株式会社も共同利用し、二代目株式会社阪急交通社も、阪神エアカーゴ株式会社が、新東京国際空港の近隣に建設した物流施設を共同使用するなど、業務統合による経費削減が進められた。2008年4月1日に二代目株式会社、阪急交通社が、中間持ち株会社、 阪急阪神交通社ホールディングスとなり、二代目株式会社阪急交通社の国際輸送部門を株式会社阪急エクスプレスが継承し、阪神エアカーゴ株式会社とともに阪急阪神交通社ホールディングスの傘下に入った。2008年10月1日に阪神エアカーゴ株式会社と株式会社阪急エクスプレスが共同出資して設立した初の海外現地法人が、 ベトナムで事業を開始し、2009年7月1日付で、阪急国際カウンを、阪急阪神国際カウン代理へ、社名変更して、新規設立以外では初めて海外での事業を統合するなど海外拠点の統合も進められていった。2009年10月1日に阪神エアカーゴ株式会社が株式会社、阪急エクスプレスを、九州合併して株式会社、 阪急阪神エクスプレスとなった。この合併の際には、阪神エアカーゴ株式会社に、住友商事が出資していた15%の株式に、対して上場している阪急阪神ホールディングスの普通株式を対価とした株式交換を行って、阪急阪神交通社ホールディングスの完全子会社とした後、合併することになったため、同年8月21日に、 阪急阪神交通社ホールディングスが阪急阪神ホールディングスから第三者割当増しで株式を取得し、その株式を用いて住友商事と株式交換を行う形が取られた。世界各地に現地法人や駐在員事務所を置いており、現地法人数は17法人、駐在員事務所も含めた展開国は23カ国を数える。 阪急阪神ホールディングスグループ内における旅行、国際運送事業の見直しにより、中間持ち株会社制度を廃して阪急交通社と阪急阪神エクスプレスを直接の子会社とすることとなり、2013年4月1日をもって親会社の阪急阪神交通社ホールディングスを吸収合併している。この他に、ミラノ、ウィーン、モスクワ、ドバイ、 ヨハネスブルグナイロビに海外駐在院事務所を置いている。この他に、プノンペンに海外駐在院事務所を置いている。ありがとうございます。